歌のユースホステルは、京都府京都市右京区にある公営のユースホステル。改修工事のため2006年8月31日をもって休館し、建て替えを経て2008年7月12日より営業を再開した。定員170名。正式名称は、京都市歌のユースホステル。指定管理者制度により、一般財団法人京都ユースホステル協会が、 管理運営を行っている。周辺に、両安寺、金閣寺、東栄渦正江川村、嵐山などの観光地がある。国際ユースホステル連盟より、ハイベストホステルアワードモストコンフォータブルホステル2009最も居心地の良いユースホステル2009に選ばれた。2021年現在、国際ユースホステル連盟から、世界で最も居心地の良いユースホステルに3度。 選出されている。2010年5月より毎週土曜日に旅カフェの営業、毎月最終土曜日にはトラベラー、エスカフェを開催している。京都市歌のユースホステル条例校の施設の指定管理者制度の活用状況 AB。 https://www.maf.go.jp スラッシュ近畿スラッシュ s-e-i-s-a-t-u スラッシュ k-i-h-o-n スラッシュイ n バウンドスラッシュ j-i-r-e-i スラッシュ j, j, j 8 9 html 世界で一番居心地の良いホステル京都歌のユースホステル近畿のお声曲2021年2月11日閲覧ありがとうございます